どうも、日賀浅見です。はい、ということで、久々の外です。いや久々でもねえか、結構最近外ちゃう。そうか、暑い。ということで今渋谷に来てるんですけど、今日はまあ実は前回、まあ、前回っていうか、この間やった、企画の第2弾でございます。おっ、桃が何でも勝っていいやつは。ああ、言うな言うな、まだ言ってない。まあもうね、サムネでみんな分かってると思うんですが、本日はコーシーさんの1万円お買い物企画 in ロフトです。うわー、ロフト大好き。何でもあるやん、そこなあ。ここですね、着きましたね。早速ロフトですね。ロフトです。ここなんかモーシーさんがさっき肩にもたれかかって寝たせいで電車の中でなんかついてます。いいね。いいねじゃないね。うわ、希望しだね。あ、違うか、これりなちゃんのやつか。誰だよ。あ、違うか、みおちゃんかな。あ、みおちゃんだ。え、みおちゃんじゃん。みおちゃんだった。はい、来ました。未だのみおちゃんだ。うるせえよ、黙れよ。怖いね、怖いね、この人怖いね。ということで着きました。はい、ロフト。ロフト。ということでこちらですね。はい、モーシーさんにはこちらの1万円でくれるんですか。買い物をしてきてもらいたいと思います。わーい、任せてください。まあ、やっぱり関西人モーシーさんは買い物上手なんじゃないかという感じでこの企画やってますから。買い物上手だでしょ。前回はね、まあまあまあ良かったり、まあ悪かったり、まあいろいろありましたけど、まあ今回もモーシーさんのお買い物に行きたいということで、じゃあ行ってもらいましょう。任せて任せて。じゃあ早速やっていきましょう。レッツショッピング。シュガーソルト。取れたかよろしくな。任せて。楽しみにしてるから、もしの買い物。オッケー、オッケー。気をつけてな。バイバイ。バイバイ。いってらっしゃい。はい、バイバイ。どこまで行くの。おかえり。今日買い物上手じゃなかったの。どうした。全部高いすぎて、まあ帰ったしゃべようか。そうだね。じゃあモーシーさんのお買い物内容は購入品紹介はお家帰ってからしたいと思います。しましょう。楽しみにしてます。はい、じゃあ行きましょう。シュガーソウル。はい、はい。ということで、じゃあ早速モーシーさんのお買い物の購入品紹介をしてもらいましょうか。どうしましたか。なんか一つ言わせてほしいけど、はい、1万円オーバーしました。ドンキと違ってロフトっていうのは一個一個高い。あー、確かにね。ちょっと1万円じゃやっぱり尺取れ高的にもちょっとあれでしたか。もしかして取れ高的にどうかなって思ってたら1万6000円買いました。あー、ごめんな、1万円しか出せないこんなチャンネルでな。いやいや、ごめんな。一緒に育てていこう。もっとやっぱりな、3万円とかで購入品紹介できた方が見てる人たちにももっといいと思うねんけどな。頑張っていこう。学んで皆さんいっぱい広告踏んでくださいね。よろしくお願いします。とりあえずじゃあ今日紹介するのは1万6000円分。はい、なるほどね。まあまあまあ1万円ってなってるけど、まあこす分には別にいいでしょうっていうことで。はい、じゃあ行きましょう。はい、やりましょう。イエーイ。ちょっとしょうもないものから言っていい。しょうもないもん買うなよ。しょうもないもん、ごめん。こちらラカのリップ。ラカに失礼やろ、しょうもないとか言ったらな。違う、なんかこれほんまにモモがめちゃくちゃ欲しくて買ったやつで、これは個人的に欲しかったもの。最近ちょっと個人の方ね、方で美容をちょっと頑張ろうと思って。最近モーシーさん美容頑張ってます。そうで、このラカのグロスがめっちゃ可愛かったから、あ、美容系ちゃんとやってもらって、はい、モーシーさんの個人 TikTok 要チェック。女の子はお願いします。はい、まあこれが個人用のやつね。はい、で次、こちらじゃーん。何、フレグランス。ディフューザー。ディフューザーか。はいはいはい、はい、最近ちょっと家臭いから。あ、そんなこと言うなよ。画面じゃ伝わってないね。まあね、前までファンの子にもらったディフューザー使っとったけど、うん、なくなっちゃったから、うん、新しい。これちょっとさ、カーシーもそう好きかなと思って、匂い嗅いでほしい。スズラン。そう、じゃあいいですか。ちょっと匂ってみて。いや、それ何も匂いついてへんねん。
あ、いい匂いや。あ、それでいいじゃん、もう、うん、もうじゃあそれ返す。木の本来の匂いというか、すごくいい匂いですね。まあ、確かにちょっと新築っぽい匂い、はい、いい買い物でした。あ、いやいや、こっちにやってほしいな。まあこれだよ、もうボッケやん。じゃあいいですか、うん、乾杯。いやいや、飲むもんちゃうねん。あかあかよ、びっくりしたよ。あー、いい匂い。いいやろ。うん、いい匂いやで。カーシーの香水の匂いに近い、え、ちょっと違うか。ちょっと違うけど、まあふんわり、ふんわりやな。こちら2400円でした。あー、はい、忘れてました。いいお買い物はこっち、はい、残念なお買い物はこっちに。ないです、ないです。じゃあ次行きます。はいはい。次が、ゴモがこの家に必要かなって思ったもの、うん、こちら、じゃーん。あー、まな板。そう、はい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 、はい、なんか今のまな板全部微妙やん。全部微妙っていうか、おもちゃみたいなまな板使ってるんだ。そうこれからいっぱい傷つけていくんだな、こいつを。そうだよ。これいい買い物ですね。いい買い物。おいくらでしょうか。4800円。高ー。え、高ー。高かった。まな板ってそんな高いの。昨日まな板だからかもしれない。こいつ買いたくて16000円になってもうた。こいつってこと。どういうこと。こいつで16000円オーバーなんだ。でもじゃあこれからはこのまな板と共に生きていくということで。共に生きていく。はい。いい買い物でしょ。いい買い物です。はい。生活感あふれてきてるから。うん、確かに。じゃあ次いくで。うん、次、カーシのために。お、何ですか。買ってきました。こちらです。かかと保湿パック。やめろ。おい、誰がかかと乾燥しとんねん。びっくりするぐらい乾燥してんだよ、カーシのかかとって。もうたわしみたいなぐらい硬いんよ。おい、そんなん言ったらなんかイメージ悪いやろ。ガシガシタガサのかかとよくないって。それなんかよくないイメージやん。っていうか、カエル化するって。普通に心配で買ったんやん。いや、心配でとか言ったらなおさら現実に帯びてくるやん。ガシ心配に、冬だったらかかと痛そうすぎてな、もう。あー、今日もガサガサですね。いい加減せ。うわー、ガサガサ。そんなにガサガサな人見たことない。見てみや、あんたかかと。ホモのかかと綺麗だよ。でも逆にホモ、ほら、なんでそんなガサガサになるの。もう冬だけやと思ってたのに、今のこの季節でもガサガサ。意外しろよ、意外しろよ。まあ、なんでか笑ってる場合ちゃうんだ。冬になったらボロボロめくれてくるやん。めくれてくるっていうか、なんかめくりたくなんねんな。痛そうね、それが。だからしっかり保湿してもらおうと思ってね。まあ嬉しいような、恥ずかしいような。可愛いから OK。 可愛いって何がやねん。かわしな可愛い一面がね、みんなかわしほら。可愛くねえよ。かかとカサカサな男のどこが可愛いんだよ。でもかわしってさ、イケメンでパーフェクトヒューマンみたいなイメージやん、うん、でもかかとはめっちゃカサカサ。それ悪いギャップやろ。それ悪いギャップやっていうとこがないとさ、かいっぱいあったな。あ、なんでだよ。一番気を使った買い物だよ。なんでだよ。気使うとこはよかしいんだよ。じゃあ次行きます。でも次、主にもあるから見て。じゃん、外反母趾落穂。あー、これ買った方がいいです。モーシーさんの外反母趾ひどいですからね。ほんまに、どうやったらそんな外反母趾なんねんっていうくらい外反母趾。生まれつきやねん。生まれつきやねん、こっちは。モーシーさん、生まれつきやねん。体重計、生まれつきやねんって言ってる。モーシーさんが体重計になると。モーシーがうるさい、うるさい。失礼しろ、喋ってんだこっちが。外反母趾は黙っとけ。かかとが高いな男も黙っとけ。モーシーさんがね、体重計に乗って体重公開する動画ありましたよね、うん、あの動画のコメント欄でモーシーの外反母趾がすごく気になりますっていうコメントがすごく来てました。外反母趾ちっちゃい時に直す努力したんだけど、やっぱり限界はありますよ。だからカーシーがかかっとそうなように、ももの足もこうでしょ。そうでしょ、散々言ってくれましたからね。僕がモーシーさんの親指あさっての方向向いてますから。そっち行くのって。怖いね。怖いね。ってなって。そう、あれ、親指こっち行かずに、こっち行くのって感じで。おい。いいか見せよ。あの、これちょっと気になったから買ってみた。何これ、はめるん足に。親指と薬、人差し指にはめて、間に隙間ができるようになるらしい、これで。あ、親指と人差し指の間に？そう。あ、そこがくっつくのが外反母趾なの？まあ、だから基本親指がこう、ポッて曲がってるから、そう。つけてみたら。特に右がひどい。あ、え？
めっちゃ。そうだよ、そうなの。そうだよ。そうなのよ。ビヤン。どう？あ、これ、いや。嘘。ガチで気持ちいい、これ。プニプニしてる。ただこれ治療用じゃなくて、だから外反母趾をこう楽にしてくれるみたいな。いや、そうよ、そうよ。うん、じゃあ、OK。はい。あ、あと2個だ。もう？うん。一個一個がやっぱ高いね。あ、値段聞いてないわ。これは？それ800円か700円ぐらい。これそんなもんでしょ、これは。うん、これも700円か800円ぐらい。うん、まあまあまあ、これはじゃあ足系は700円ぐらい。足系700円ぐらい。はいはい。次ね、もうたちの最近の生活はゲーム三昧ですから。そうやな。こちら。じゃーん。4点押しで首筋のコリを残さない。はい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 。これいいな。これええやろ。これええわ。これあのほんまなゲームしてるとコンってくるよ、首とか。本当にね、しんどいなってなるやろ。これは肩こりをほぐすマッサージ器具です。ちょっと一回使ってみよう。痛い。でも見て、ほらソフト押しハード押しっていうのがあるんで。どうやってやんの？なんか多分こっちがハード。どっち？こっち後ろの方で、まあれ何これ。あ、だからあれや、わかった。ね、違う、わかった。こうつけるのと、反対に向けるとさ、こう？そう。一緒か。何が違うんこれ。一緒や。何言ってんねん。あ、いいやんこれ。うん、ええで。肩もできるやん。うん。いて。まあ、なんか、使えるかな。使えるかな、じゃあ。何やねん。結構でもいいんちゃう？うん。これもいい買い物でした。はーい。はい。これはいくらですか？これが2500円ぐらいでそうです。2500円ぐらい。最後ね、はい、シュガーソルトになんと新しい家族が増えました。なんですか？生き物ですか？生き物売ってるんですか、ロフト？ちょっと見て、じゃあママ見てみて。何が出るかな、何が出るかな。こちら。何これ。じゃあ開けていこうか。何この包装。まだなんか、まだだよ。もうそろそろ使うだって。スイカみたい。スイカ。何でしょう。あ、じゃーん。何、観葉植物ってこと？そうなのよ。この子育てやすいんだって。へえ。でね、本当だ。育てやすいシール貼ってある。育てやすいっていうシール貼ってたからこれにした。可愛くない？可愛い。可愛いし、これも可愛くない？うん、可愛い。このこいつちゃんと水あげないと死ぬから。あ、そうなんだ、うん、ホヤカルノーサ。ホヤカルノーサ、うん、初めて聞きました。可愛くてこれにした。2800円です。へえ。ちょっとホコリがついてるけど大丈夫ですか？ほやかるのさ、これ買った時にさ、お姉さんたちレジで10分ぐらいぐちゃぐちゃしてた。なんで？多分あんま観葉植物買う人いない。まあ確かにロフトで観葉植物買う人あんまみんな。そう、この子は何、日光とかは当てた方がいいの？でもね、基本本当に明るい半日陰だって。まあ、夜は日陰がいいし、昼間は日が出る。いや、夜は日陰がいいしって、夜は日当たりいい時ないですよ。そうだね、夜なんで。でも午後日陰がベスト。午後ならわかりますけど、夜なんで。あ、細かい。でもガーシーが観葉植物買いたいって言ってたやん。まあ、観葉植物買いたいねんけど、もっとでかいの買いたい俺。木みたいな、もう家の中に木埋めたい。だって木だってさ、一枚に収まるわけないじゃん。別に何も言ってない。なんでそんなの。もっとさ、よろしくない。かわいいね、ホヤカルノーサ。ホヤカルノーサの名前考えよう。ホヤちゃん、カルノーサ、ホヤカルノーサ、カルちゃん。カルちゃんにしよう、カルちゃん、うん、カルちゃんです。ルーはマキチダにしながら。カルちゃん、カルちゃん。これ、カルちゃんなんかカビてね。え、どこ？え、カルちゃんカビてこれカルちゃんカビてねえか、なんか。なんかこの白いもやっとしたの。カルちゃんのカビ取ってあげて。そうだ、なんか葉っぱにホコリとか溜まっちゃってますけど。え、かわいそうじゃない？これはおかしいよね。くれまい。
急にクレーマー出てきた。他にもいっぱいいたよ、あのガジュマルとか。あ、ガジュマルね。でもガジュマル一回カーシー飼ってたよね昔ね、うん、ただうちの実家の冬極寒すぎてすぐ死んだうちの実家俺の部屋冬ほぼ外だからということで、まあ、あのカルちゃんのね、今後もぜひ、僕らのチャンネルで追っていきたいなと思いますのでカルちゃんの成長を見守っていただければな。え、これ以上大きくならないでしょうね。ねえね、ここもかびてる。本当だ、嫌だカルちゃんシュガーソウル。はい、ということで、はい、じゃあね、モーシーさんの外反母趾とカルちゃんの行方をね、ぜひ気にして見ていただければなと思いますので、モーシーさんの買い物おもろかったな、よかったなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。カルカー、バイバイ。カルちゃん初の水飲みあー、じょうろなくてごめんねこんな感じで揚げていこう。どんぐらい揚げんだろうね。でもさ、うん、結構放置するっぽいからさ、いっぱい揚げちゃっていいんじゃない。数日に1回だからね、ある程度土が濡れるぐらいね。そんなに歯のあれを抑えていいんですか。あー、カルちゃんこぼしちゃった。あんただよこぼしたの、カルちゃんじゃねえよカルちゃんのせいにすんなよ。カルちゃんこぼしちゃったな、見る。いいんじゃない、そんなもんで。そんなもん、うん。じゃあカルちゃんの成長を見守ってくださいはい、元気になれよ。わかりました男なのうん、めっちゃ水あげるこの人、大丈夫かな、逆に死なないかな水あげすぎて死なないかな。だっていっぱいこの面積いるわけでしょ、うん、足りないよ今のみたいな。喧嘩する。誰と誰が。カルちゃんとカルちゃん。オッケー、コップ一杯分飲んだねいや、あげすぎた、あげすぎてねえか、大丈夫か。大丈夫だよね、うん、大丈夫だって。オッケー。